ニメフェア、略して今日もふぅ、始まりました。はい、はい、やってまいりましたよ。関西発信の漫画とアニメのイベントですよ。はい、いやー、見てください、人がすごい並んでるんです。はい、そうですね。はい、あ、じゃあここでちょっと僕たちのご紹介を。そうですね、はい、はい、神戸電子専門学校の声優タレント学科からやってまいりました、小村貴文と、はい、同じく神戸電子専門学校声優タレント学科の辺木美里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日末なんですけれどもね、ついにやってきました。やってきました。私去年から知ってるんですけど、はい、まさか本当今年来れるとは思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、注目のね、そうなんですよ、見えますかこちら、はい、2014年の10月5日日曜日から夕方5時より MBS、TBS 系全国28局ネットにて放送される7つの大祭のここにあるんです。はい、ヘギさん、こちらにください。7つの大祭、ラッピングか。はい、ラッピング感もあるんです。そして、はい、歌の防止亭のサウンドバルーンと、はい、されてるんですよ。こちらから出てくると思うんでね、これはこれを見ていただいて、あ、一応で、あ、阿部さんってなってくれたら嬉しいです。それじゃあ早速ちょっと検知しましょうか。いけるんですか。じゃあ行きましょう。イエーイ、いきます。でここではね、まあちょっとテンションを通してちょっと脱いでいただいて、はい、ちょっと脱いでね、ちょっと揃えてね。それじゃあ行ってきます。行ってきます。はい、今さっき飛んで跳ねたりしましたが、ね、楽しかったですね。で今はですね、もう中に入りまして、うん、はい、はい、こちらは、うん、秋の新作アニメのブースに来ております。イエーイ、もう皆さん人が多くていっぱい並んでます、ね、いろんなアニメが出展されてますね。はい、みんな楽しそうです。はい、こちらにはなんと宇宙戦艦ヤマト2199の、はい、はい、こちらヤマトに100分の1スケールのそうなんです、やつが飾っております。100分の1ですよ、はい、だから元はこれの100倍。はい、すごい、超ド級ですからね。すごい、この会場に収まるかなってぐらいのですよね。はい、そしてこちらには進撃の巨人のブースもありまして、本当に注目されているものが多数出展されております。しかもね、ヤマトにちょっと戻っちゃうんですけれども、はい、ここすごい細かく書いてあるんです。すごい、読めるかなってぐらいの識別番号などなど、すごいですよね。もう読めるかどうか分かんないです。これはファンはすごい嬉しいですよね。うん、それじゃあどんどん出店ブース回っていきましょうか。はい、行きましょう。行ってきます。はい、はい、それではここで、はいはい、コスプレの方にインタビューを。はい、横にイケメンがいるんですよ。本当にクオリティ高いですよね。本当ですよ、あの進撃の巨人のブースをね、はいはいはい、ちょっとうろちょろしてたら、ね、え、うん、あそこにイケメンと美女がいるじゃんっていうのを発見しまして、ちょっといいですかっていうことで、はい、はい、インタビューをしたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは、はい、このコスプレは進撃の巨人ですよね。
はい、わざわざ聞くっていう、ありがとうございます。では私の隣にいるイケメンさんから聞いてみたいと思います、はい、何のキャラをされてるんですか？エレンです。やはりイケメンでした、はい、ありがとうございます。で、僕ちょっと気になってたんですけれども、はい、こちらの立体起動装置、こちらってあの売っているものを買ったんですかね？手作りです。手作りということで、え、こちらは自分で本当に手作り一からっていうことですよね？母が作りました。すごい、全てハンドメイドということで、ね、素晴らしいですね。クオリティ高いですよね。だってこういう曲線とかって絶対難しいじゃないですか。後ろの方もちょっと見させてもらってもいいですか？後ろもちょっとくるりって、すごいですよ。これはこれ手作りなんですね。すごい。じゃあまた正面戻っていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか既製品の私がちょっと恥ずかしいぐらいの申し訳ないです、本当。それでは今日は京マフ楽しんでいきましょう、はい、楽しんでいってください、はい、ありがとうございました。コスプレリポートでした。はい、はい、こちら週刊ヤングジャンプのブースに来ております。はい、はい、あちらが東京クール、でかい。そしてこちらがなんと怖い、はい、テラフォーマーズの出展を行っております。すごいです。だって目、ね、見てください。目ギョロッとしてますね。ギョロッとギョロッと、はい、はい、であのこの正体何なんですか？こちらなんですけれども、はい、ゴキブリが進化した姿なんですよ。やだよ。テラフォーマーズの作品の中で出てくるキャラクター、はい、キャラクターなんですけれども、こちらこちらね、はい、こちら、うん、週刊ヤングジャンプの試し読みなんですけれども、はい、この会場限定でいただけるものなので、いただいちゃいました。皆さんもぜひぜひね、京マフ限定、はい、こちら楽しんでください。はい、あ、いろんな作品が、ね、はい、もうずっと見られてるんですよ、はい、もう、ね、もうずっと見てるんです。やつがゴキブリの視点が怖いので、そろそろ次のところに行きましょうか。はい、ちょっと逃げましょう。はい、はい、また続きまして来ました。ここはどこですか？またでかいです。でかい、そうです、でかいですね。さっきもね、大きいゴキブリに睨まれ、はい、そして続いては巨人に睨まれています。本当ですよ。どんだけ睨まれるんですか、はい、私たちは。こちらは進撃の巨人の超大型巨人の頭がディスプレイとして飾られております。すごいですね。でかいです、ね、本当細かい作りまで、耳とか唇、目とかすごいです。目もね、本当にすごい鋭い眼光でこちらを見ています。はい、はい、それでは次のところを行きましょう。はい、はい、バイバイ。はい、続きましては、はい、はい、こちらの、はい、まさかのまさかの京都市長様に、はい、あ、岡田朝子です。ありがとうございます。ようこそお越し。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、京都弁を初めて聞きました。あ、すごい。あ、京言葉、ありがとうございます。勉強になります。僕らちょっと地方の長崎と岡山なので、全く遠いところから。ありがとうございます。はい、で、僕こちらに来て初めて京マフというものを知ったんですけれども、はいはい、すごい人の出入りが激しいですよね。すごいでしょ、はい、京都はね、世界で大変な人気のある漫画の誕生の地なんです、はい、国宝の鳥獣戯画絵巻、はい、これが漫画の原点、はい、同時にね、日本で初めて、いや世界で初めて8年前に京都国際漫画ミュージアムというのを作った。また大学でも漫画学部、はい、博士課程まであるんですね。博士課、いくつもの大学、そういう京都のね、強みを生かして新たな産業、はい、新たな文化を創造していこう、そして世界に発信していこう、こういう取り組み、はい、3年目でここまでおかげさんで発展してきました、はい、ありがとうございます、はいはい、これからもポップカルチャーなどをこの京都からそうですね、はい、同時にね、新たな商品開発、1年目30種類、はい、去年108種類、今年143種類、すごい、これを求めて朝5時半からたくさんの行列でね、はい、嬉しいでしょ、はい、
はい、それではありがとうございます、はい、どうぞよろしく。京都市長さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、何かまた違うちょっと場所に来てしまいましたが、ここはリスアニさんブースに来ました来ました。はい、そしてですね、なんか外から見えて気になったんですが、この待って大丈夫ですか、この装置すごくないですか。ちゃんとソニーって書いてあります。すごい、これを装置してアイドルマスターの、はい、360度回転の映像が見れるということで、ちょっと見てみたいと思います。はい、お、じゃあつけます。うわ、あ、もうなんか、お、あ、すごい、なんかすごい、はい、大丈夫です。はい、はい、あ、すごい落ちちゃう、すごい落ちちゃいます。まあ、すごい状態です。はい、あ、ここで大丈夫です。あ、はい、あ、もうなんか文字が書いてあります。前を向いてください。はい、プリーズウェイト。おー、なんかすごーい、なんか道、あ、下を向いてください。はい、下向きます。プリーズウェイト。はい、お、なんか装着されましたよ。お、なんか、え、なんか事務所、事務所みたいな、え、おわ、急に声が、あ、寝てる、あ、起きた、え、なんか双子来た、え、かわいい、かわいい、え、ちょっと左、左向いてみますよ。おお、双子がかわいい、うわ、すごい、もうなんか私の体勢がすごいのも伝わりますか。すごい、え、わあ、なんかいっぱい、あ、まだある。ちょっともう一回向き変えますね。いきますよ。あ、なんかかわいい、あ、すごい出てきた、いやー、かわいい、すごい360度回転するとこうみんないろんなこと喋ってるし、え、これはすごいですね。あ、机拭いてる、かわいい、寝てるし、あ、あ、やってきました、よろしくお願いします。あ、ありがとうございました。え、すごい、あ、前を向いてください。おお、おお、すごい、あ、プロデューサーになってきましたすごい、すごかったです。お分かりいただけたでしょうか私最後におはようございますって言われました。目の前でお辞儀されました。これはすごいですね。どういう機械なんでしょうか。ヘッドマウントディスプレイと申しまして、装着するだけで映画館のような世界が広がる商品になってます。ですね、今回はアイドルマスターのナムコプロの事務所の中に入って360度見渡せるというような特別仕様の体験を皆さんにしていただいてます。はい、と言ったことです。本当にすごかったです。プロデューサーになっちゃいました。もう何回も言いますけど、はい、それではありがとうございました。はい、はい、それでは続きましてキャラ食コーナー。私たちの目の前にあるのは、はい、弱虫ペダルというアニメの作品の箱根学園のパンケーキをモチーフにした王者箱学パンケーキという食べ物です。おーおーおー、これは主人公のチームのライバル校、はい、ライバル校です。インターハイで戦うんです ね、 ですね、はいはい、でこれを買ったらこちらの、あ、そうなんですよ、はい、コースターがついてきまして、しかも選べたんです。私は弱虫ペダルの中で、はい、この荒北という役が好きなので、うんうんうん、選びましたはい、はい、ありがとうございます。では早速、はい、野村さん食べましょうか。あ、僕この鮮やかな青色のゼリー、あ、そこ行っちゃいますか。そうそう、もうめっちゃ綺麗、しょうがないな。とあとイチゴいただこうかなって思います、はい、じゃあ私もイチゴ食べたいから、はい、イチゴ食べよう、うん、じゃあイチゴとイチゴだけ、え、いや、アイスも
アイスもパンケーキも食べたいと思います。はい、欲張りしようです。はい、はい、欲張り欲張り。じゃあ、いただきましょう。はい、はい、あ、一斉にですか。一斉にですね。お、これはパンケーキどうしたらいいやら。では、お先にいただきます、はい、ちょっとマイク置きますね。うん、おいしい。このゼリーがすごい甘くって、なんか想像してたよりもすっごい美味しかった。柔らかい。しかもいちごもすごい酸っぱいのかなって思ってたら甘いいちごで、すごい大満足な戸村です。では、はい、取れました。いや、柔らかくてね、なんかすごい美味しそうなんです、うん、じゃあいちごとアイスとパンケーキ王子博学いきます。はい、欲張り。どうすか。うん、うん、ね、このいちご美味しいでしょ。いちご美味しい、ね、美味しいし、パンケーキとアイスがめっちゃ合ってて美味しいです、うん、なんかパサパサもしてないし、とろけてるアイスが美味しいです、ね、あ、弱虫ペダルの古学のパンケーキ、はい、はい、とても美味しいです。美味しいです。じゃあ私水色食べちゃおう。はい、このゼリーも美味しいやろ。美味しいでしょ。ゼリー美味しいです。はい、では、はい、以上博学パンケーキでした。はい。はい、パンケーキの次はドリンクですよ、はい、ドリンク。これは何のキャラ色なんですかね、はい、これは私の愛すべきダイヤのエースのという作品のジュースです。はい、すごい愛が溢れておりますね。大好き、本当。で、こっちが何だったっけ、はい、こちらがですね、青銅高校ドリンクといいまして、青銅高校というのは 青色をモチーフとしてまして、こういうソーダのジュースとなっております、うん、で、こっちがみゆきの狙い撃ちドリンク。はい、青銅高校の正捕手のみゆき和也選手の、うん、をモチーフにしたドリンクです。狙い撃ちって言ったらなんかテーマソングとかあるんですよね。そうなんですよ、みゆきがバッターに立った時に狙い撃ちがかかって、うん、狙い撃ちがかかったらもうみゆきのターンなんですよ、これがね。すごい生き生きしてる私。そしてさらにこれを買ったらなんと、はい、そうなんです、見てください。じゃら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 、見てください。あ、カメラさん優しい、寄ってくれます。はい、コースターがついてくるんですよね。コースターが3枚も、はい、お、めっちゃかわいい。キャキャ、かわいい。そしてさらになんと、はい、じゃん、ラスクが、プリントラスクも、プリントラスク、こちらもかわいいイラストとなっております。食べれない。じゃあこれはヘギさんに。やったー。じゃあみんなでね、これから食べると思いきや、ね、私家でた、うん、ひっそり保存食としてこう、はい、欲張り。あ、もう家宝にします。墓まで持っていきます。はい、じゃあね、ドリンク飲みましょうか、はい、あ、飲みましょう、忘れてた、うん、盛り上がりすぎて。盛り上がりすぎて。いただきます。いただきます。イエーイ。おー、じゃあ青銅、うん、これはあれだ、ジントニック。うん、あ、ジントニックなんですね、うん、結構美味しい、すごい。え、なんか下に入ってるの何ですか。そうそう、これはマスカットが下に入っております。こちらもいただこうと思います。さすがみゆきかずや。取りにくい。どうなんですか。あ、取りにくい。これはお、いきましたよ。うん、みずみずしい。やったー。すごい、ジントニックがちゃんとしっかり味が染み込んでて、普通のマスカットとはまた違った味になっております。とても美味しいです。はい、私も今さっきもう結構飲んじゃったんですけど、はい、結構あのねソーダにしてはちょっと甘いソーダで、うん、全然美味しかったです、うん、こちらブルーキュラソーが入ってるみたいですよ、うん、ブルーキュラソーが、ね、レモンもちょっとアクセントとなってて、はい、美味しい、ね、はい、はい、じゃあ今回のキャラ食どうでしたか、はい、ヘギさん。私はあの今回このダイヤのエースね、本当は池袋しかなかったんですよ、はい、でも今回京マフに誘っていただいてダイヤのエースのこのカフェに行ってきてよかったなと、うん、もうなんか最終回みたいな流れ。最終回どうしたんだろうって、はい、でね、ドリンクも私の好きな倉持陽一というキャラのドリンクがなくなく、でもいるんですここに、はい、もうそれだけで私は救われました。愛すべき倉持が、はい、じゃあそれじゃあ最後にごちそうさま言って終わりましょうか、はい、ごちそうさまで、はい、せーの、ごちそうさまでした。はい、
はい、続いてはこちら平安神宮前に移動してまいりました。はい、私たちの後ろに見えますでしょうか。見えますか。でかい。後ろを向くとでかい。でかい。はい、こちらパトレイバーのイングラムが、はい、後ろにそびえ立っております。はい、惜しくもね、はい、あのデッキアップのところはちょっと見られなかったんですけれど も、はい、でもね、こう立ってるだけでもこう、ね、スケールがもうね、すごいよね。すごいと言いますか、うん、後ろの平安神宮にも負けないぐらい、うん、とっても大きなものとなっております。なんかちょっとミスマッチ感もちょっとすごいですけど、それもまた良きかなと、はい、京都と、はい、そしてアニメのコラボレーション、うん、これを象徴しているものになっているんじゃないかと僕思いますね。はい、そうですね、はい、もうこういうの見たらね、うんうん、なんか人の手であんなでかいものを作れるんだとかすごいなと思いますよ ね、うん、ねだからこれからの将来どんなものができていくのか楽しみになってますね、うん、そうですよね、はい、ウンダムとかできちゃうんじゃないですか。ウンダムとか、そうそう、ね、ウンダムとか ね、うん、それじゃあ、はい、平安神宮前からでした。はい、いや、今日真冬に来ていて私たちですが、はい、なぜか周りが慌ただしいです。何ですかこれは。なんだこれは。何ですかこれは。後ろ見るとパトレーバーでした。パトレーバーの下でした。はい、それではここでインタビューの時間に行ってみたいと思います。はい、はい、何か後ろで白いつなぎのかっこいいね、このこと、はい、美少女がいますが、はい、じゃあじゃあインタビューを受けたいと思います。はい、お願いします。はい、では整備班の小野さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは質問させていただきたいんですけれども、普段どのような活動をされているんでしょうか。そうですね。はい、まずこういう感じのイベントに行くときには、はい、まずこの車をトランスポーターですね。はい、はい、倉庫から出すにあたって、はい、まずカバーをこうかけて。カバーを。皆さんに見えないような状態でここまで来るんですよ、はい、に当たってですね、はい、でももうかなり皆様知名度があるので、うん、パトレーバー自体、はい、もう高速道路で走ってる時に、はい、もう横に並んで写真とかも撮ってくるんですよね皆さん、はい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 、なので大体もうカバーかけてもかけなくても同じなのちょっとバレーバレーみたいなバレバレあー、なるほど、ありがとうございます、はい、先ほど高速道路で来られてるとおっしゃってきたんですけれども、はい、運搬の際に大変なこととかってありますかね。そうですね、はい、今のそのカバーの部分がやっぱりロープをこう湯沸いてるんですけど、やっぱり走ってくると風で煽られてロープが緩んでくるんですよね、はい、なので休憩ごとのサービスエリアで、はい、まあ、また締め直してっていう点検はくまなくですね、はいはい、そういう感じですけど、ありがとうございます、はい、そしてこの方たちの後ろの背中の方を見せていただいても大丈夫でしょうか。見えるかな。特車ニカ、そして特車ニカ整備班というかっこいいロゴが入っております。はい、いい後ろ姿がめちゃくちゃかっこいい。特車ニカ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではこんなパトレーバーの整備班の皆様にインタビューを受けいたしました。はい、ありがとうございました。はい、はい、あ、うん、さてヘギさん、はい、そろそろ日も暮れてきましたね。やだ、帰りたくないです。いやいや、今年のね、京都国際漫画アニメフェア2014、うん、終わりも近づいてきました。くそー、はい、まだ1日目なんですけれどもね、はい、ヘギさん今日はどうでしたか。いや、もう楽しかったしか言いようがないんですがね、もう私序盤からテンションが高くて、はい、このテンションで続くかどうか不安だったんですけれど も、ね、うん、あのね、はい、テンションずっと高かったです。ずっと引きずったままで、うん、今のこの場所まで最高潮でした ね、ずっと、はい、先ほどのね、うん、パトレーバーも あ、もう下がってる、下がっちゃってる、まあ、ね、エンディングにふさわしい場面じゃなかったんではないでしょうか、ね、はい、はい、それでね、ここまでね、うんうん、一日アニメにどっぷり浸れた日ってなかなかないので、ね、すごい楽しかったね、楽しかったんですよね、うんうん、ね、はい、この京都国際漫画アニメフェアで、うん、秋の新作アニメも、はい、いろんな情報ゲットしましたね。はい、がっちりがっちり掴んできましたよ、はい、なので、うん、これからも日本のアニメポップカルチャーなどを皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思っております。はい、はい、それでは今回リポーターを務めました戸村隆文と、はい、ヘギ美里でした。ありがとうございました。バイバイ、バイバ
フをレポーターさせていただきました神戸電子専門学校の声優タレント学科ヘギ美里です。わー、はい、ここはねちょっと京マフと全然違うところに来てしまいましたが、もうどこだよと。はい、ここはですね私が通っている神戸電子専門学校です。はい、神戸電子専門学校という学校はですね、電子という名前なんですが、電子だけではなく、なんとですねゲームソフト学科やサウンドクリエイト学科などというエンターテインメントの学科がありまして、それだけでもなくですね工業デザインやグラフィックなどといったデザインの分野の学科もありまして、他を全部ひっくるめるとなんと15学科もあるんです。めちゃくちゃ多いです。でその15学科の中のサウンド分野の声優タレント学科に私はいるんですが、この声優タレント学科いろんな活動をしております。それではその紹介をさせていただきます。いきます、ほい、よいしょ。はい、こんにちは。今回京マフでリポーターをさせていただきました戸村貴文です。今バースって呼ばれて僕が出てきたということは、そうです、僕もボイス北の坂のバースのメンバーの一人なんですよ。でもあれ、今ここに僕一人しかいないな。あれ、みんなちゃんと打ち合わせ聞いてたのかな。ちょっと探してきます。遅いな、坂上さん。遅いね。あ、いた。もうみんなどこにいたの？おお。え、待ち合わせしたじゃなかったの？ここだよ。はい。というわけですね、僕たちもバースとしてボイス北の坂で活動しているんですよ。はい。はい。あ、いつの間にか衣装が変わっている。そんなバカな。何か魔法か？はい、というところで僕たち5人揃ってバースでーす。はい、僕たちのカラフルパレットとまた同様に、はい、こちらなんと CD を出しているんですよ。逆ですね。逆だったね。はい。そしてあのこれも神戸電子専門学校の学生だけで作った完全オリジナル作品なんですよ。このジャケット、そして今この BGM で流れているのもボイス北の坂の曲なんですよ。はい、これもうちの学校のサウンドクリエイト学科が作曲しているんです。そして僕たち CD を出しているだけではなく、はい、なんとライブ活動も行っているんですよ。イエーイ。はい、このライブでは我が校のサウンドテクニック学科が演出や音響を手伝っているんです。ありがたい。ありがたいですね。もうこれはこの学校ならではのことばかりが神戸で専門学校ではできるので、
皆さんもぜひぜひ、どっか学校行きたいなっていう方はぜひうちの学校に入ってください。よろしくお願いします。詳しくはウェブで。はい、それではそろそろお時間の方がやってまいりましたので、皆さんと名残惜しいですがお別れしたいと思います。はい、はい、それでは皆さんバイバーイ。